詩識三章。次が、主が残しておかれた違法の民である。主がそうされたのは、カナンでの戦いを全く知らない、すべてのイスラエルを試みるためであり、ただ、イスラエルの次世代の者、特にまだ戦いを知らない者たちに、戦いを教え、知らせるためであった。すなわち、ペリシテ人の五人の領主たち、 またすべてのカナン人、シドン人、そしてヒビ人である。ヒビ人はバールヘルモン山からレボハマテにまで及ぶレバノンの山地に住んでいた。これは彼らによってイスラエルを試み、主がモセを通して先祖たちに命じた命令にイスラエルが聞き従うかどうかを知るためであった。イスラエル人はカナン人、ヒッタイト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、 エブス人のただ中に住み、彼らの娘を自分たちの妻とし、また自分たちの娘を彼らの息子に与えて、彼らの神々に仕えた。こうしてイスラエルの子らは、主の目に悪であることを行い、彼らの神、主を忘れて、もろもろのバールやアセラに仕えた。主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がり、主は彼らをアラムナハライムの王、 クシャンリシュアタイムの手に売り渡されたので、イスラエルの子らは8年の間、クシャンリシュアタイムに仕えた。イスラエルの子らが主に叫び求めたとき、主はイスラエルの子らのために一人の救助者を起こして彼らを救われた。それはカレブの同族ケナズの子オテニエルである。主の霊が彼の上に臨み、彼はイスラエルを裁いた。 彼が戦いに出ていくと、主はア,アラムの王、グシャン・リシュア・タイムを彼の手に渡されたので、彼の手はクシャン・リシュア・タイムを抑えた。国は40年の間穏やかであった。こうしてケナズの子、オテニエルは死んだ。イスラエルの子らは、主の目に悪であることを重ねて行った。そこで主は、モアブの王、エグロンを強くして、イスラエルに逆らわせた。 彼らが主の目に悪であることを行ったからである。エグロンは暗ン,ン人とアマレク人を彼のもとに集め、イスラエルを攻めて打ち破った。彼らは夏目足の町を占領した。こうしてイスラエルの子らは18年の間、モアブの王エグロンに仕えた。イスラエルの子らが主に叫び求めた時、主は彼らのために一人の救助者を起こされた。 ベニヤミン人ゲラの子で左利きのエフデである。イスラエルの子らは彼の手に託してモアブの王エグロンに見継ぎ物を送った。エフデは長さ約一キュビトの諸刃の剣を作り、それを衣の下右桃の上に帯で締め、モアブの王エグロンに見継ぎ物を携えていった。エグロンは大変太った男であった。 貢物を捧げ終わると、エフデは貢物を運んできた者たちを見送り、彼自身はギルガルのそばの石切り場のところから引き返してきて、こう言った。王様、私はあなたに秘密のお知らせがあります。すると王は、今は言うな、と言ったので、そばに立っていた者たちは皆彼のところから出て行った。エフデが王のところに行くと、 王は屋上にある彼専用の涼しい部屋に一人で座していた。絵筆があなたに神のお告げがありますと言うと王はその座から立ち上がった。この時絵筆は左手を伸ばし右門から剣を取り出して王の腹を刺した。つかも歯と一緒に入ってしまった。彼が剣を王の腹から抜かなかったので 死亡が歯を塞いでしまった。F では小窓から出た。F では廊下へ出て行き、屋上の部屋の戸を閉じた。このようにして彼は缶抜きをかけた。彼が出て行くと王のもべたちがやってきた。彼らが見ると屋上の部屋に缶抜きがかけられていたので、彼らは王はきっと鈴み部屋で用を足しておられるのだろうと思った。 しかし、いつまで待っても王が屋上の部屋の戸を一向に開けようとしないので、しもべたちは鍵を取って戸を開けた。すると、なんと彼らの主人は床に倒れて死んでいった。F ではしもべたちが手間取っている間に逃れ、石切り場のところを通ってセイラに逃れた。到着すると、彼はエフライムの産地で角笛を吹き鳴らした。 イスラエルの子らは彼と一緒に山地から下っていった。彼がその先頭に立った。エフデは彼らに言った。私の後についてきなさい。主はあなた方の敵、モアブ人をあなた方の手に渡されたから。そこで彼らはエフデの後について下り、モアブへ通じるヨルダン川の渡し場を攻め取って、一人もそこを渡らせなかった。 この時彼らは約一万人のモアブ人を討ち取った。そのモアブ人は皆眼強で力のある者たちだったが、一人として逃れた者はいなかった。こうしてモアブはその日イスラエルの手に下り、国は八十年の間穏やかであった。絵筆の後にアナトの子シャムガルがこり、牛を追う棒でペリシテ人六百人を撃ち殺した。 彼もまたイスラエルを救った。